皆さんこんにちは、渡辺夫婦です。本日はなんと0泊3日の弾丸フェリー旅にご招待いただきまして、ロックアイランドにやってまいりました。これから船で1泊した後、大分観光を楽しんでこようと思います。あ、大分これやこんにちは。どちら行きでしょうか。大分です。大分これやな、これ飲んでんの。え、あ、すごい、ごめん、これやんね。チケットもらいに行こうか。うん。あ、弾丸フェリー旅やって、これやん。チケットゲット。うん。ああ、サブサブサブ。サブサブ。あ、みんな移動し始めた。おお、ずらっと並んでますね。おお。うわ、かっこいい、なんか。おお。広いね、駐車場。はい。ありがとう。すごい、これ船の中めっちゃすごいな。豪華やな。サンプラはゴールド。え、こんなんあんで。え、ちょっと、あ、荷物置いたらな。後で聞いやん。私らの部屋はね、7階なんだって。うわ、なんか雰囲気ちゃうな、ここだけで。ナンバー7001やって。あ、これやあげんで。あー、なんほっ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 。おー、すごい。おー、あら、うわ、すごい。いや、あ、窓でか。ちょっと待って、なんかベランダついてんねんけど。え、すごい。え、これ出れんの、これ。出れるじゃん。うわ、え、いいんやんな、これ。あ、すごい。椅子とかもあるやん。すごい。これめっちゃデラックス。デラックスやん、めっちゃ広いやん。なあ、優雅だね。あー、これまだ、これ出航したら綺麗やな。ということで今回はなんと一番豪華なデラックスのお部屋に泊まらせていただきました。まあ乗る時期にもよるんですが、お二人で5万8,000円程度のお部屋だそうです。デラックスのお部屋の中にはこういう窓付きのバスタブもありました。うん、デラックスで、もちろん個室での船旅って本当に最高やったんですけど、実は違うグレードのお部屋も結構良さそうやったんですね。例えばこの一番安いツーリストのお部屋はなんと往復で1万円。ただまあ見ての通り相部屋なので、大学生のサークル団体とかに人気のお部屋みたいですね。で、個人的に見せていただいてめちゃくちゃワクワクしたのがこのお部屋。カプセルホテルみたいな相部屋の部屋で、これが往復で16,000円くらいなんですけど、なんか中にテレビとかついててめっちゃ楽しそうやなと思って、なんか次この部屋泊まってみたいなってちょっと密かに思ってたりします。わあ、すごいな、すごいな。ほな、ご飯行こうか。そうやな、お腹すいた。すいた、めっちゃすいた。はい、めしめし。めしめし、なんかね、バイキングなんだって。いうか。すごいな。カツオだけある。いらっしゃいませ。お預かりいたします。お席は自由席でございます。はい、ゆっくりどうぞ。ありがとうございます。乗り切れへん。いや、いいよ、もうワンプレートでいいよ、とりあえず。え、違うよ、これどっちも自分の分や。いや、いいやで、それ。自分の分かいな。え、ローストポーク。え、あ、いきなり来た。やばい。すげえ、めっちゃある。食べ尽くそう、食べ尽くそう。この辺の飾りも食べていいの。あ、やばい、盛りすぎた。バイキングは楽しいな。バイキングって楽しいよね。おでんもある。おでんもある。いいね、いいね。うわー、お腹すいた。よいしょ。今日のご飯、カレーとおでんといろんなものを味噌汁です。まだあったな、取ってないやつ。まだある。てかデザートもあるからよろしくどうぞ。これはね、戦いの予感するな。いただきます。いただきます。いや、こちら側のさ、どこからでも切れますってさ。信用ないよな。マジ嘘ない。切れへんし。本日のおすすめのカツオのたたき。カツオのたたきは嬉しいわ。ああ。これバイキングにあるって幸せやな。あ、これ美味しい。おでん美味しいよね。美味しい。でもさ、夜出発でさ、朝到着するってめっちゃ時間有効活用じゃない？まあそうやね。まあ寝てる間に着くからね。めっちゃ最高よな。神戸から大分とかも車で行かれへんもんね。あ、揺れてきた。あ、揺れてる揺れてる。いよいよか。いよいよや。バイバイ。あれ、動いてる？え、動いてる？あ、動いた動いた。あ、手振ってくれてんで。ほら手振ってんのがちょっとあれなんか分からへんけど。ああ、振ってんちゃう。振ってるよな。うわ、まだ振ってくれてるやんって。ちょっと振ったか。なんか意外と気づいてくれてるくない。ほら、振んの早くなってるやん。絶対こっち見て振ってると思う。あ、なんか口ついてない？大丈夫。まあ、逆に口紅つけた方がいい。いやもういいよもう。でマシュマロの木、あ、下のマシュマロからお取りくださいって。これチョコレートフォンデュやったっけ？うわ、つけていい？うわ。うわ。うわ、べっとりすごい。幸せ、もうこの口開けてこん中入りたいんやけど。お芋さん。なんやろこれ。あ、でもなんかおせち料理は芋っぽい色してる。え、もう全種類いっとく。これめっちゃ欲張ってもうた。どうしよう。これがすごいな。これすごいな。いただきます。何笑った。カメラが近いなと思って。あ、めっちゃ美味しい。もう一個食べたい。見てくる。これ熱い？知らんがな、暑いとか暑くない。いや、だけど飲んだやろ。飲んでへんよ。自分で確かめて、それ。全然出てこへんねんけど。このタイプめちゃ怖いからさ。いやいや、そうめっちゃ分かる。めっちゃ苦手なんよね、これ。スタバとかも大体これやん。この部分だ、この。なんかもうすぐ暑いの来るぞみたいなのあるやん。そっからがなかなかこう。それめっちゃわかる。朝食5時半からもう切れるかな。切れるかな、これ大丈夫かな。なんかね、明石海峡大橋がもうそろそろ見れるらしいよね。らしいね。でそれがね、なんと部屋から見れるっていうのをさっき聞いたから、ちょっと行こう。あ、こんなお土産売ってんねや。じゃあ後で見ようか。後で見る。うわ、すごいすごい。ほら、ああ、あそこか。おお、近づいてきてる。すごい。船の下からここをくぐるの初めてやねんけど。あ、サビー。サビー。サビー。ちょっとあと3分ぐらい温まってから崩壊で。2度。2度か。大分は暖かい？大分行ったらポカポカって？んなことないやろ。大分県マイナス1度。え、余計寒いやん。そう。明日5度マイナス2度やって。え、マジ？服ミスったかも。なんかめっちゃ薄いやつで着てもうたわ。あ、思ったより近づいてない。まだや、寒い寒い。来た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 。もうまだやろどうせ。いや、まだじゃない。寒いし。ほんまほんま、今回ほんま。え、いや一回もうほらめっちゃ綺麗やで。あ、じゃあもう早う。最悪マジ。じゃあもう一人で楽しむで。うわ、すごい。ずるいな。あとから出て。おお、真下や真下。結構早いな。早いな。まあ、かっこいいっすね。おい、どうや。サビー。え。あ、帰ってった。帰っとる。もうあんな遠なった。もうあんな遠だった。わ、電車走ってる。長い。神戸通るからね。なんか癒される。え、でもバイト行く？まあちょっとブラッとしようか。うん。ナンパに出発。船ってこういうちょっと吹き抜けっぽくなってんの。ああ、好き。わかる。あ、それ着る。ちょっとやっとかんとこれは。着る着る。あら。どう？お似合ってる。あ、なんかサラリーマンの時の大工思い出すわ。いや、こんないかつい服着てなかったで、さすがに。あ、似合う。おお。似合ってる？あ、似合ってるやん。楽しかった。楽しい。おお、みんな絵うまいな。これちょっと待って、これめっちゃうまない？え、すげえ立体的や。あら、かわいい。これあ、鬼や。かわいい。鬼ってあれか、別府の鬼。おつまみとかあるな。あるし、ちょっとめっちゃ意外なんが、意外と安い。うん、確かに。なんかこういうとこって。陸価格や。そうそう、陸価格なん、めっちゃびっくりしてる。中尾。これだけ。うん。こうして陸価格でおつまみをゲットした後、ゲームコーナーにやってきました。そしたらたまたまこんな猫ちゃんのガチャがあって、めちゃくちゃ可愛くて、なんか気づいたらもう回してました。で、出てきた景品がこんな可愛らしい黒猫ちゃんやったんですけど、これ何に使うのかっていうと、なんかただただこうやってコードに挟むだけの用途らしいです。なんかガチャガチャってこういう無意味なやつめちゃ集めてまいますよね。それから土日限定らしいんですが、船内イベントにも出くわしました。この日はジャグラー京さんによるジャグリングが行われていて、結構話も技もすごい面白くて、最初から最後まで全部見ちゃいました。いや、船の中でしたけど、すごいいい体験でしたね。ほな、お部屋帰ってお風呂入ろうか。あー、いやー、個室めっちゃええな。じゃあワイワイ行ってくるわ。うん、ほなのお時間。鍵持った？持った。バイバイ。旦那が向かったのはこちらの大浴場。サンフラワーって船内やのに実はこんな大浴場ついてるんですよ。窓もあって、しかもジャグジー付き。旦那曰く最高やったらしいです。で、私はというと、せっかくなんで部屋のお風呂入ろうと思って残りました。なんとなくこの贅沢な体験しとこうと思って。夜食カップのどん兵衛初めて見たな。ねえ、ヘイシリ。はい、3分測って。タイマーを3分にセットしました。賢い。これしか使ったことない。マジでシリ。船の上でのこういうのが贅沢だよね。乾杯、はい、しみる？しみるわ。ね、おやすみ。じゃあ朝食に。真っ暗。なあ、まだ6時8分。ありがとうございました。いやー、これ一日長いな、これ。今6時半で、12時間ぐらい。12時間ぐらい滞在できるな。いやー、いや眠たい。わー、それ使うん？それモザイクよ、モザイク。モザイクかよ。じゃあこれから弾丸大分旅始まります。でも大分の観光は次の動画で。あ、そうそう、次の動画で。次の動画で。もう残り時間少ないから多分気づかれてると思うけど。ということで、約1年ぶりに大分にやってきました。船旅はめっちゃ快適でした。大分観光は次回の動画をお楽しみに。ほな。